久しぶりやったんやけど、なんか服着ても大きくなったから、はい、動画撮らせてもらうけど、今が68、68キロです。入会した時が64キロ3キロです。半年前かなぐらいだね、はい。そして最近も2、3キロ増えてるんでしょ。はい、前会った時より服着ても大きくなってたもんね。胸肩がいいからですね。元野球部だからですね。ぐっと締めてみたら、ぐっと、あ、いい、全然いいよ。ただ腹筋がないね。若いのにね。腹筋やってる？いや、あんまりやってないです。やらなきゃいけないね。はい、悪くないよ、悪くない、本当。うん。ポーズが取れないからね、力入れるとどうしても寄ってしまうからですね。でも肩とかいいからですね。背中の下の方がちょっと下ろしてみたら。下ろしてみて、あ、まあまあ広がってる感じがするよ。ベンチがどれぐらい持てるか。今80ぐらいです。80何回できる？1、2回ぐらいしか。だから重量関係ないよ。80キロぐらいでもこれぐらいの胸してるからですね。まああんま重量こだわってないよね、はい、調整してないからね。胸は何やっても良くなるよね。肩とかね、はい、腹筋は何か変えないといけないかもね。はい、こうやって体チェックするのがいいからですね。ウエストが細いから、まあまあ全然大げさにならずやってるけど良くなってるね、着実にね、はい、試験の時はしばらくこれ長かったかな。入ってないです。その辺のバランスも大事だからですね。いや、次取る時はまた良くなるよ。これ夏が楽しみやね。はい、頑張ります。頑張ってください。はい。